昨日のバトルの余韻がまだ体の中に残ってる気がするな。先駆け東道塾一匹狼登場編。わしが東道塾塾長根津義澄である。登場線は池袋より間75キロを結ぶ東部の主要路線で、かつて東京から上州を抜け上越を目指していた。本線とは営業運行とも独立している男らしい路線である。通勤路線としての性格が強く、地元お客様主義で、田舎者から小金をせしめる軟弱な観光特急など存在しない。その姿はまさに男の中の男と言えるであろう。参考文献オブスマ書房登場舞踏伝武蔵三国演義。きついバトルだったけど、改めて思い知らされたことがある。凌介さんすげえや。バトル直前にあれだけ遊び回れる神経のずぶとさ、俺はまだ全然凌介さんにかなわないと思った。昨日のバトルだって凌介さんが走ればもっと楽に戦えていたんじゃないのかな。それを考えたら俺なんかチームにいる意味ないんだよな。参ったな。もっと上手くならなきゃ。全勝と追ってくる。早い。煽ってくる。形式なんだ。どうすっかな。譲るか、それともペース上げてちぎるか。譲る気分じゃないよな。昨日の今日だし、宝塚のダウンヒルだしな。筋は最高の見せ場だもんな。グリーンの8000系みたいな。浮いた8200が前だ。リッチなジャンルとフィットの家。出会った中でこいつ最強かも。くそ。敵を死ぬぞ。 100% の全開モード。おお、来た来た。藤原ですね。おい、外装にしちゃ速度が出過ぎてないか。なんだあの仮装だらけの車は。藤原がコーナーで食いつかれたままなんて。凌介さん、あの車は何ですか。俺は一般のドライバーに過ぎないんだ。会社からは何も知らされてない。噂には聞いていたが、こんなに早く仕上げてくるとは。
予想外だった。車もすごいけどドライバーもすげえ。こうなったら奥の手を出して意地でも振り切ってやる。肝心な時はいつもいねえんだからな。なんだあれ。